大切な人と大切な時間、うん、ごゆっくりお過ごしください。門前仲町右辺すべての近く、月から始まる物語。それが心配して、まあ、責任を取れないです。そういうことだよな。何やらかしてもしょうがないよ。経済的地位と出資金さん青ですね。人を愛すること大丈夫ですか。新次郎さんやりましょうか。社会を新次郎何やってんの。君を愛すること外れた。でもこういうの多分得意な人原稿が変わったんじゃなかったっけ。そのチェックもらった。あ、週のあった。え、マジ学校あげたじゃん。原稿は注意しつかもしれない。じゃあ1行だから。すいません。クリスタルレインボークラブ、デリシャスなラジオクリスタル、表現する者たちの月明かりへようこそ。下町エレガント大使ピンク台風キリンがご案内いたします。ドラマチックにストーリー、愛してやまない人間模様、今夜も熱いハートは止まらない。2016年10月10日バンデーナイト21時オープン。今夜もどんなドラマが展開するんでしょう。ダイヤモンド道が毎回ワクワクが止まりません。見て聞いて参加できるラジオだけど見逃せない、楽屋トークだって公開、気取ってなんかいられないライブのようなラジオです。2016年クリスタル、大人が素敵に輝くことを応援します。どこからだっていいんですよ。まだ見たことのない自分になってしまいましょう。本家クリスタルの始まりです。ここは大人の大きい祭りでございます。大人にはそんなそんまず私たちがね楽しまなくちゃなりませんよ。はい、10月クールからハートバトンコーナーを担当します、算数のアルテマクに数字の1と書いてディバイデッドバイはボーカルの旬です。なんだっけ、割る1いつまでもできないんだけどね。ちょっともう覚えないですよね、私たち。こんな簡単なのに割る1、本名、割る1の本名も説明できないっていうことで、ディバイデッドバイはまあ、割る1、割る1とか割る1とか、でもキャッチーだよね、割る1ってね、覚えやすいよ ね。もう覚えてもらえれば読めなくてもいいっていいよ、ね、そういう醤油バンド。いや、すごくいいよね、醤油バンド。どっか言えない。あららららららら、ら収集を海外なかったんだね、すいません。申し訳ございません。かっこいい、そんな言い訳かっこいい。そうなんです、帰国子女なんでね。喋れないらしいけどね。世の中の帰国子女怒るわ。喋れない？喋れるの？何がですか？あれ、英語喋れるんだっけ？喋れますよ。何言ってるんですか？あ、そう。またなんか違う情報が。え？あ、フランス語が喋れないんだっけ？フランス語は喋れないです。ああ、そうだ。興味ないなら広げないでよ。今ね、聞いた後にね、あれ興味ないこと聞いちゃった。ひどい。そういう感じだよね。だって旬が喋ろうが喋る前が別にって。そんなことないよ、もう世の中が変わるよ。世界が変わるよ。あのね、そうね。どうでもいいな、おい。これでもかっていうぐらい塩塗りますよね。何これ、2回目なのにこの扱いひどくない。え、だいぶいい扱いしてるよね。慣れて。はーい、うん、反射のはーいだったけど今の。もうね、2週目はしょうがないよね。そうだね、いろんな意味でね。しょうがない、まあ、しょうがないですね、完全。来週もしかしたらオープニング旬になってるかもしれない。大変だよ、オープニングだけ。乗っ取り計画が着々と進んで、音楽も全部変えてたりしてね。音楽変えちゃおう、全部自分の曲にしちゃおう。ガーガッ、必ずやってこよう。じゃーんみたいな、イエーイ、クリスタルレインボークラブだぜーみたいな。それはちゃんと言ってくれるの。あの、悪一瞬のみたいな感じな。美味しいね、いいかもしれない、美味しいオールスバーで、ね、腰淡々と狙っております。じゃあ今日はね、懐かしいゲストが、はい、安心なゲストっていうかね、懐かしいっていうか安心な。そうですね、平気で1時間ぐらい喋れるよって結構ね、長電話のお友達なの。知ってる。じゃあそろそろ始めましょうかね、はい、どこかが聞いても楽しめるのが、あー、新しいアシスタントの方が、あ、こんにちは、こんばんは、ドスオスって。ちょっと後で登場させますね。はい、では行きましょう。
感じ。